ただいま。ジュロ、どうしたの？変な顔して。え？だって今日屋上って。屋上？何のこと？尻尾、本当に記憶を操作したんだ。すぐにお夕飯用意するね。いいって。後でインスタント麺でも作るし。そんなのダメよ。すぐだから、ちょっと待っててね。おお、ラーメンでいいのに。引き続き米軍ヘリ墜落のニュースです。本日夕方ごろ、移送中の米軍ヘリが市立桜高校を低空でかすめた後、綾音公園に不時着しました。米軍ヘリ？嘘よ、あれは騎兵だった。これも尻尾がやったの。いい夜だ。尻尾。米軍ヘリ墜落事故で幸い死傷者は出ておりません。ガス爆発だの、ヘリ墜落だの、物騒だな人間の街は。チャンネルを変えてくれ。猫の前足じゃボタンが押せない。重郎が見た屋上での記憶、本当に消したのね。仕方ないだろう。そんなに自由自在なら私の記憶も操作できそうね。やろうと思えばな。重郎の記憶を戻さず私だけを利用するのも可能なのね。俺が悪人ならそうだな。米軍ヘリの事故じゃない。重郎の乗ってたのと違うけど、あれは騎兵だった。行動を変えたのもあなたの力。猫は神様だとでも思ってんのか？あなたは猫じゃない。そりゃそうだ。喋る猫がいたら異常だ。いや待て、異常はお前かもな。俺はお前が生んだ妄想なんじゃないか？魔法なんてものがあるわけない。高度に発達した科学は魔法と見分けがつかない。クラークの三法則か。バレたら仕方ないな。俺は未来から来た猫型ロボットで、秘密道具もお前に出してやった。タイムマシンは机の引き出しにある。四次元ポケットも調べてみるか。俺、ふざけないで。ダイモスコード、その力を持つ者を封じれば怪獣を倒せると言ったわね。お前らが死なずに済むと言っただけだ。何をする気なの？詳しく教えて。教えなきゃ、これ以上手伝いはしない。契約違反だ。しょうがない、今回だけだぞ。魔法使いの権限を封じても奴らは来る。何のために封じているの？これはゲームだよ。生き残りのゲームさ。俺はゲームの準備をしてる。魔法使いたちには騎兵で参加してもらう。強制的にな。じゃあ私が撃ってるのは？奴らを全員戦場に引きずり出す魔法さ。そんな。魔法をかけたら何でも解決でハッピーエンド。そんなわけないだろ。お前らの未来だ。お前らで戦って勝ち取るしかない。俺は高みの見物さ。今日はやたらと絡むな。
俺が何者かなんてどうでもいい。お前にとって重要なのは重郎だろ。お前のためにあいつの壊れた頭ん中ドブでもさらうように記憶を探してる。契約を保護にしたいならもうやめだ。お前の代わりにもっと有能なやつを探すよ。願いを叶えたい素直な少女をな。まだ契約を続ける気があるなら、その証拠にお前のお友達を撃て。キサラギトミ、あいつも魔法使いだ。それは。もう一度契約を思い出せ。しっかりとな。トミ。契約を思い出せ。あとは自分で考えろ。俺はテレビ見てんだ。邪魔するな。十郎、こんな場所で寝てると風邪ひくよ。おい、起こすな。また現れたわね。起こすな、アホ。治療中だ。手の込んだ悪ふざけね。いい加減にして。誰かが私を試してるのかしら。疑り深いのも度が過ぎると可愛げがないな。もっと現実を受け入れろよ。喋る猫なんて現実にはいない。そうだな。だが俺は喋れる。その上お前の願いもわかる。十郎は何か言ってなかったか。言ってたろ、夢の話だ。そういえばロボットに乗る夢を見たって。記憶を掘り起こしてるんだ。それで十郎の記憶は戻るの。まだどっかに残ってりゃな。記憶を掘り出して空っぽの頭に詰め直す。俺はそういう芸当ができるのさ。だがサービス期間もこれくらいだ。お前のメリットは提示した。これ以上は契約が必要だな。契約の前に質問を受け付けよう。それで決めろ。契約後の質問はなしだ。文句を言わず履行だけしてもらう。何でも聞け。聞く必要がないならどっちか決めろ。契約したとして、あなたがそれを守る保証はあるのかしら。お前は失礼だ。猫は自由だが詐欺師じゃない。契約も守れない猫は単なる動物だ。嫌ならやめろ。お互い時間の無駄だ。あなたの正体は何なの。猫だよ。魔法の使えるね。滅んだ異世界から来たと言ったわね。ああ、俺の世界はダイモスが滅ぼした。ダイモスって怪獣のことでしょ。泉十郎から聞いていたか。あいつらを召喚する呪いがダイモスコードだ。この世界の魔法使いは全員呪われてる。魔法使いというのは何なの。魔法の力を持って生まれた者たちさ。騎兵の操縦もゲートもそいつらの力の一部だ。十郎が魔法使い。そうだ、そいつも魔法使いだ。ダイモスコード、確か前に古代文明の遺産だと言っていたわね。恐ろしく古い遺産さ。数千万年前の魔法文明のね。まさかそんな前だと。人類はまだ類人猿だわ。とんでもない魔法文明だろう。
契約で私に何をさせる気？具体的に説明して。お前の仕事は難しくない。まず俺の魔法道具を貸してやる。そいつでお前は魔法使いを封じていく。封じる？どうなるの？ダイモスコードが怪獣を呼んでる。それを持つ魔法使いを封じたらお前らは長生きができる。何でも聞け。聞く必要がないならどっちか決めろ。重郎を直してくれるのよね？頭ん中をまさぐるのは得意だ。契約するわ。交渉成立だな。当たり前だが、この契約は誰にも秘密だ。誰かに知られた場合、契約解除となる。そして俺は二度と現れない。 あなたの名前は？呼び名などどうでもいい。じゃああなたを何て呼べば？俺を追っかけ回して勝手な名で呼んでたろ。なんて呼んでたんだ？尻尾。格別にダサいな。尻尾は犬にもあるだろ。まあどうでもいいか。それでいいぞ。あ、またこっち見た。ご飯が欲しいのかな。かわいい。あ、見て見て尻尾。先だけ白い。本当だね。あ、またこっち見た。ご飯が欲しいのかな。かわいい。あ、見て見て尻尾。先だけ白い。何あれ。本当だね。ゆうべあれだけ偉そうにしといて、自分はデレデレ甘えちゃって。またこっち見た。ご飯が欲しいのかな。あ、めぐみ、なんか話すの久しぶりだね。うん、さみちゃん、ね、おはよう。おはよう。先に行ってて。お友達いいの？君も友達なんだけどな。忘れちゃった？それより隣がずいぶん静かだななんて思ってたら、いつの間にか荷物なくなっててびっくりしたんですけど。相談もせずごめんね。結構いいのにもったいない。敷島が用意した豪華マンション、昭和の建物だし、ちょっとやぼったいけどね。それで今どこに住んでんの？クラベ十郎の家なの。え、どうせ本気？それ森村も許可してるんだよね多分。お、めぐみ変わったね。そうかな。ここに来てすごく行動的だもん。それはいいことだけど、あいつはさ。それでもいいの？重郎が現れたあの日から世界がどんなに変わろうとずっと彼のそばにいるって決めたの。まったく、めぐみは。わかった、私も協力する。友達でしょ。何でも相談して。うん、ありがとう、トミ。行こう、遅刻しちゃうよ。トミ、私にそんな資格ない。だって私はあなたを。撃たなきゃ。
パンじゃなくて卵サンドといちごミルクで、美和子が焼きそばパンとメロンパン、いやメロンパンキャンセルでコロネだから、あれ、じゃあコロネ私のと2個、私のがツナサンド、飲み物が牛乳とお茶で、お前ここでのんびりしてていいの？早くパン買いに行かないと売り切れちまうぞ。パン1個買うのに大騒ぎなんてもう嫌だよ。俺は今日から平和に母ちゃん弁当さ。来てんだ。何がいるのよ。え、アンパン。甘いもの苦手って言ってなかったっけ。別に甘いもん好きだぜ。もういいよ、まとめて買ってくるから、それ持ってて。トミ、あれ、めぐみもパン買いに？何がいるの？ちょっと見に来ただけ。早く決めないとなくなっちゃうよ。よし、どいてどいて。あ、それ待って。しやがって。大丈夫か？アンパン。保健室行くか。あれ、食堂？なんであんたが。あ、そうか、じゃんけんで。あれ、あと何買えばいいんだっけ。あいつ。待てよ、お前、食堂で如月に何かしたろ。何のことかしら。しらばっくれんな。如月だけじゃない。はっきりと思い出せねえが、俺を助けたのも多分お前だなあ。そうなんだろ。やめてください、しつこいようだと人を呼びます。違いね、あれはあいつだ。